皆さんこんにちは今日はアトリエでフラワーアレンジメントのレッスンをあのレッスン風景を見ていただきたいと思います、えー、お花はおみなえしリンドワレモコホワイトベリートルコキキョウアイビーヒバワイヤープランツなどとなっておりますお二人はとっても上手なのでとりあえず入れていただきましたそして あの手直しをしながら一応いろんなことを説明して綺麗に仕上げていたただきましたお花っていうのはあの色も変わればそれからあの種類も変わったりすると器の影響も大きくあの変わりますのでその辺を何度も熟知して練習していかないとあか抜けた感じに出来上がらないんですよ。 ワレモコウとオミナイシが今日難しかったですねワレモコウもオミナイシも同じような性格をしていますから小さい小鼻ですのでそれがお互いに生かせるようにある程度の距離を取って入れていかないといけないですね皆さんはとってもお上手なのであのー。 少しだけアドバイスするとすぐクリアになってあなるほどっていうのがご理解が早いですねそしてきれいに出来上がってお家に持って帰られましたスクールではなるべくあのの季節の先取りりをしておりますまだ残暑厳しいんですけれどもリンドとかお見美いし割れこうなどを入れて秋の雰囲気を楽しんでいただき したいと思っております多分お玄関に持って帰られるとあ家族の方が「素敵ねお母さん素敵っていうようなあの雰囲気になると思いますよ当スクールでは45年フラワーアレンンジメントを指導しておりますその間45年の間にレカンフラワーボトルフラワーマカロンタワーなど資格を次々と 私もりりままししてて指導しております他にはオリジナルのコサージュ70代のファッションコーデそれからマカロンタワーなどなどそれを受け取るには<え>チ,いいチャンネル登録の横にベルマークがあるでしょそれも押してね。